皆さんこんにちは。 ABC ミュージックスクール DTM 科講師の湯沢雅人です。 DTM レッスン超初心者編もついに終盤。今回は楽曲の最終仕上げ、ミックスダウンについてレクチャーをします。この楽曲をリスナーにどのような印象で聴かせたいのか、どう思わせたいのか、そのために各楽器の音量を調整したり、楽器が聞こえてくる位置を変えたり、残響音を加えたりと非常に重要な作業となります。ぜひやり方をマスターしてください。それではやってみましょう。まずは画面右下のブラウズボタンの隣のミックスボタンを押します。するとピアノロール画面がミックス画面に切り替わります。主にこの画面上でミックスダウン作業をしていきます。楽器ごとに一本一本のレーンのようなものに分かれていますね。これらをトラックと呼びます。お手本トラックを見てみると色が違っていて見やすいですね。トラック名のところを1回クリックすると変えることができます。自分の好きな色に変えてしまいましょう。またトラック名も楽器の名前になっていて分かりやすいですね。トラック名をダブルクリックすると名前を入力できるようになります。書き換えてしまいましょう。トラックの右上にある M のボタン、ミュートボタン、これをクリックすれば音を出したり消したりすることができます。お手本トラックを聞いてみます。3つの楽器がすべて均一に聞こえていますね。次にまだ何も手をつけていないトラックを聞いてみます。ギターが大きくてドラムが小さく聞こえますね。まずはギターの音量を下げます。トラックの真ん中あたりにある灰色の四角いつまみ、これをフェーダーと呼びます。これをドラッグしながらマウスを上下に動かすことによって楽器の音量を上げたり下げたりできるのです。ベースも少し大きいですね。これもフェーダーで少し下げます。逆にドラムは物足りないので少し上げてしまいましょう。
て音量のバランスは取れましたが、3つの楽器すべてが真ん中から聞こえてくるので、あまり広がりがありませんね。お手本トラックを見てみると、ギタートラックの上にある縦のバーが他より左にありますね。このバーはパンと呼ばれるもので、ドラッグしながらマウスを左右に動かすことによって楽器が聞こえてくる位置を右や左にずらすことができるのです。基本的に歌やベース、ドラムなど楽曲の要になる楽器はセンター、真ん中にギターやピアノ、シンセサイザーなどの伴奏楽器などを左右にずらすことで楽曲をバランスよく聴かせることができます。今回はギターを左にずらしてしまいましょう。ずらしすぎるとかえってバランスが悪くなって聞きづらくなったりするので、聞こえ方が自然なところを選びましょう。こういった音量やパンのバランスが楽曲の印象の良し悪しにつながります。ミックスダウンも作曲の一部と言っても過言ではありません。しっかりやり方をマスターしましょうね。最後に一番右にあるトラック、これは左にある各楽器のトラックの音がここにすべてまとめられています。これをマスタートラックと呼びます。このトラックが音源を世に出す前の最後の門となります。おや、フェーダーの上の数字が赤く点灯していますね。これは定められている限界値を超えてしまっているためです。マスタートラックの数字が赤く点灯しないように各楽器の音量を下げましょう。各楽器トラックをシフトを押しながらクリックしていくと、クリックされたトラックがすべて明るく点灯します。これでフェーダーを下げれば選ばれたトラックが同時に下がります。場所でも限界値を超えていないかチェックしましょう。完成しました。皆さんいかがでしたでしょうか。ミックスダウンはどの楽曲でも制作の最後に必ず行うとても重要な作業です。最初は慣れないことだらけだと思いますが、毎回の作業で必ず訪れる必須の作業になります。どんどん曲を作って同時にミックスダウンも慣れちゃいましょう。次回のレッスンは超初心者編最終章です。ラストも楽しみながら
学んでいきましょうね。 ABC ミュージックスクール DTM 科講師の湯沢雅人でした。